はい、どんこちゃん、渡辺です。今日はですね、久々にあの企画をやっていきたいと思います。ノイキャンだけで選ぶ完全ワイヤレスイヤホンランキングトップ5ですね。はい、ということで、前回この企画やったのだいぶ前だと思いますね。前回やったのがね、もう2年前ですね。結構前になるんですけども、2年前の時点では上位陣としてはですね、 AirPods Pro の第1世代と Bose のクワイエットコンフォートイヤーバッドの第1世代と、ソニーのですね WF-1000X Mark IV ですね、このあたりが上位を争っていて、まあ、最終的に2年前の1位が Bose のクワイエットコンフォートイヤーバッドの1でした。はい、でそれからですね、まあそれぞれ各社ですね、その次のシリーズが出てきたわけで、今こんな感じですね。最近の中でノイキャンがね、優秀なものたちをですね集めてみました。今回はですね、ベスト5ということで、最近の中で特にね話題性が強くてね、人気のイヤホンの中から5つですねピックアップしてみて、今回はこの中でですね、ノイズキャンセリングをずっとですね今聞き比べをしました。で実際にですね、この飛行機で出張行くときとかも、それぞれイヤホン持って行ってノイズキャンセリング試しておりますし、まあ、カフェ店内とかで実際に足を運んで、店内の雑音とかですね、どのぐらい消えるのかっていうところも各イヤホンでチェックしております。でその時の感想とか体験をもとにですね、今回ランキング化してみたので、ノイズキャンセリングでねイヤホン選びたいという方は参考にしてみてください。それでは行きましょう。はい、ということで、まずこの中でノイズキャンセリングのパワーですね、第5位となりましたのはこちらでございます。はい、こちらがですね、 JBL のツアープロ2っていうですね完全ワイヤレスイヤホンになっております。こちらが今回ノイキャンのランキング5位というところに入ってきました。でこちらもですね、 JBL のイヤホンっていうのはあんまりノイズキャンセリングがね強いっていうイメージでもないと思うんですけども、結構強めなんですよね。まあ、特にですね、飛行機で出張行くときも何回もこれ使ってますが、結構ですね飛行機の騒音ですね、ゴーっていう低音域に関しては消し込む力が割と強いので、快適に移動ができます。ただこちらのイヤホンですね、なんで今回5位となったのかっていうと、人の声だったりとか、ちょっと高めの音、まあ、中域と高域がですねちょっと残りがちかなっていうところです。あくまでも上位と比べてですけども、なんでこちらに関してはですね、デジタル耳栓的に使うっていうよりは、あの音楽を流しながら、まあ、飛行機での移動を快適にするっていう形で使っていくんだったら十分なんですけども、まあよりねさらに上位のものはあるかなっていうところです。ポイントとしては今回ね10段階の8.2 っていうところにしました。で、外音取り込み機能に関しては非常に優秀で、こちら 9.0 ですね。まあ、イヤホンを装着してないのと同じまではいけないんですけども、まあ、極めて自然な部類に入ると思います。トップクラスに位置するぐらいの外音取り込み機能はあるかなっていうところですね。で、今回の中でこの JBL ツアープロ2はですね、結構価格が今ね落ち着いてきてるっていうところもあって、あの割とね手を出しやすいモデルにはなってきてるというところもポイントです。びっくりした。今ね価格を見るとですね、価格 .com の方で2万5500円から売ってます。はい、あのかなりこれ値下がりしているので、コスパ的にもねかなり高いなっていう印象ではありますね。まあ、あくまで今回はノイキャンランキングということなので、今回は5位ということになりました。はい、続きましてですね、第4位となってきたのが、よいしょ、こちらでございます。はい、これもねかなり気に入ってるイヤホンなんですけども、テクニクスの EH-AZ80 ですね。こちらが今回はノイズキャンセリングランキングでは第4位というところに入ってきました。一応これですね、あのリリース時にはメーカー的にね、あの業界最高峰のノイキャンっていうね、ことは言われていたんですが、まあトップクラスまではいけなかったかなっていうところですが、まあ、十分実用的なノイキャンではあります。ポイントとしてはですね、 8.5 っていうところですね。 JBL よりももう一段ですね、ノイズの全体的なカット量も大きくて、こちらもですね飛行機の移動で何度も使ってますけども、まあ、快適に過ごすことができます。ただまあですね、こちらに関してもデジタル耳栓的にノイズキャンセリングを効かせてノイキャンだけでちょっと過ごすみたいな、結構カフェとかで、まあ、うるさいところで音楽を流さないでですね作業用で使うっていうのは、ちょっともう一息ねパワーが欲しいかなっていうふうには思います。ノイキャンもですね、まあそこそこ強いんですけども、外音取り込みが、かなり優秀です。で外音取り込みに関しては一応ポイント 9.5 ということで、まあ、トップクラスですね、トップクラスに匹敵するレベルの自然さになってます。まあ、この後上位に登場するイヤホンには、まあ、ノイキャンだけではなく外音取り込みもトップっていうイヤホンが出てきますが、まあ、それらに引けを取らないぐらいの外音取り込み機能がついてますので、かなりそっちの方は優秀です。要はイヤホンをつけてないのに匹敵するぐらいの自然さをですね持ってるかなっていうふうに思います。
で、あとね、テクニクスは、イヤホンをですねタッチすることで、ノイズキャンセリングと外音取り込み機能を、変更することができるんですけども、これはですねタッチしたらもうほぼその瞬間にですねモードが切り替わって、でモードが切り替わった後からですねアナウンスが入るぐらいなので、他のイヤホンであるような、長押しをしてアナウンスが流れて、モードが切り替わるっていう感じの流れではない。タッチしたらモードが切り替わってからアナウンスが入るっていう感じになるので、そのレスポンスの良さとかも、すごくね使い心地としてはいいかなと思ってます。デジタル耳栓としてのノイズキャンセリングとしてはあと一歩かなっていうところです。全体的な満足度は高いんですけども、今回のランキングでは第4位となりました。はい、続きましてですね、今回のノイキャンランキング第3位ですね。ここからはですね、正直もうどれを選んでもデジタル耳栓として使えるレベルと思って大丈夫です。非常に強いノイズキャンセリングです。こちらでございます。はい、アップル、こちらが AirPods Pro 第2世代となります。でこちらに関しては今回ノイズキャンセリングがですね 9.5 ということで、一昔前だと AirPods Pro シリーズのノイキャンっていうともう1位でしょっていうぐらい非常に強いっていう認識だったんですが、今回ですねやっぱりこれを超えてくる、イヤホンが出てきてます。で AirPods Pro 2の、ノイズキャンセリングのいいところとしては、まず装着感が圧倒的に軽いんですよ。なので遮音性はそこそこなんですけども、デジタル的にノイズをカットするパワーが強いので、総合的にですね、周囲の環境がカットされる量も大きく感じるということですね。なので装着感が軽いのにノイキャン性能が強いっていうところがポイントです。で AirPods Pro 2のノイキャンに関してはですね、もうここまで来るとトップクラスなので、全体的にかなりねノイズをカットしますが、上位陣に劣るのは広域帯のノイズが少し残ってしまうところかなと思います。例えば、カフェの店内だと、食器がですねカチャカチャ鳴る音だったりとか、それちょっと高い音、キンキンしてる音が若干残ってしまうっていうところがあるので、一応今回第3位っていうところですね。 9.5 というところになりました。ただしこの AirPods Pro 2に関しては外音取り込み機能がめちゃくちゃ優秀で、一応点数はですね10点という結果になりました。一番強いと言ってもいい外音取り込み機能になってます。要は完全にもうこれに関してはイヤホンをつけてないのと一緒っていう風に言い切れるぐらいの、自然なですね外音取り込み機能になっているので、その切り替えをねしつつ、環境に合わせて使っていくっていうことで、やっぱりバランス総合力っていうところは、非常に強いイヤホンなのかなという風には思います。ノイキャンだけでは今回は第3位という結果になりました。はい、続きましてここからですよね、どっちの方が強いのかということで、もうね詳しい方大体分かってると思います。最後に残ってるのが一応ですねもうこの2つなんですね。BOSE とソニー、この2つでノイズキャンセリングじゃあどっちが強いのというところです。で、一応今回ですねソニー世界最強ノイキャンということで言われているんですが、BOSE を差し置いて世界最強になっているのかっていうところで、実際にですねもうじっくりこれ聞き比べをしてみました。ソニーは確かにですね単体で使ってみて、飛行機でも使いました、ノイキャン使ってみてめちゃめちゃ強いなっていうのを感じてます。ただじっくりと比較をしてみるっていうことはそれまでやってなかったので、改めていろんな環境下で比較をしてみました。その結果今回ですねノイキャンランキング第2位となったのは、はい、こちらでございます。ソニー WF-1000X M5 でございました。でこちらがですね今回はノイズキャンセリング、BOSE と比較して改めて点数をですね考えてみたんですけども、10点満点中ですね 9.8 っていう点数になりました。これは何を意味するかっていうと、 AirPods Pro 2以上 BOSE 以下っていう感じのノイズキャンセリングのパワーとなります。低音から高音までですねしっかりと全体的にですね全帯域をカットしてくれます。なので電車に乗ってる時のこのガタンゴトーンっていう音とかですね、飛行機に乗ってる時のボーってですね低い低域ですよね。それから飛行機に乗ってる時であれば、最近よくあるのはこの修学旅行生とですね同じ飛行機に乗ってしまって会話とかですね結構人の声が激しいっていう時ですね、中音域、カフェ店内の人の話し声だったりとか、食器の音ですね、ガチャガチャっていう、食器がぶつかる音とか、そういった結構高い音、広域帯ですねに至るまで、全てをしっかりとカットしてくれます。ただ、これね
ちょっとね BOSE と比べてみてなんですけども、全体的にカットするパワーは BOSE の方がですね、上だったっていうところで、今回は、若干なんですけども、ノイキャン 9.8 ということで第2位という結果になりました。 WF-1000X Mark V は、あとですね、外音取り込み機能に関してなんですけども、10段階の 8.5 という結果になってまして、この点数はですね、BOSE、それから AirPods Pro 2、あとはテクニクスよりもちょっと下なんですよ。まあ普通にね快適に使えるんですけども、若干の機械っぽさとこもってるかなっていう感じが残っているっていうことで、ノイキャンに関しては今回2位なんですけども、外音取り込み機能に関しては今回の中では第5位というところになりますね。そのぐらいの形になってます。まあとはいえですね、全体的な総合的なバランス力っていうのは非常に強いイヤホンになってますので、まだね発売はもうちょっと先なんですけども、まあ非常に売れるイヤホンになるのは間違いないと思います。まあここまで来ると、まあ正直デジタル耳栓として使っても全然満足できるレベルになってます。はい、続いてですね、もうこれね言うまでもなく第1位はですね、こちらです。BOSE クワイエットコンフォートイヤーバッツ2ですね。こちらが今回ノイズキャンセリングっていう面においてはやっぱりね不動1位です。はい、圧倒的でした。今回のイヤホンね、ノイキャン全部ですね交互に聞き比べをしてみて、ドラム式洗濯機の目の前にいてですね、かなりうるさい環境下でもね一応試してみたんですけども、やっぱりね圧倒的に無音にする力が強いです。すべての音をかき消すっていうね、そういったパワーをですね感じます。それはもう低音から高音までもう耳障りだなって思うようなノイズをですね、もうまるっとかき消してくれます。もちろんですね、何にも聞こえないっていうわけではないにしても、本当に例えばキーボードですね、タイピングしてる時のカチャカチャしてる音とか、高域帯のキンキン鳴るような雑音とかも、まあ、全部ですね極めて小さくしてくれます。なんでまあデジタル耳栓的なパワーではやっぱりね圧倒的1位ですね。10点という結果になりました。でさらに外音取り込み機能に関しても今回10点です。一応 AirPods Pro 2と同点ですね、10点同士っていうところになるんですけども、耳にイヤホンをつけてるっていうのを忘れてしまうぐらいの、まあ、快適性っていうのを感じます。なのでまあやっぱりね長距離の移動ですよね、飛行機、電車、そういった、まあ、移動中にいかにその移動中にね耳障りになってしまうような音とかをかき消して、まあ、快適に過ごすかっていうところに、重きを置いてイヤホンを選びたいという場合はやっぱりね BOSE 強いなっていうところです。はい、ノイキャンランキングでは今回1位という結果になりました。価格 .com の方で 27,399 円ですね。結構下がってきてます。はい、これもねもう発売してから結構時間経ってるので、まあ3万円以下ぐらいで買えるということで、この辺もですね、まあ、かなり魅力なんじゃないかなと思います。ソニーと比べてね、ソニーの方がもし強いんだったら買い替えたいかなっていうふうに思ってた方もいると思いますが、まあ、もしノイズキャンセリングをね一番重要視して選びたいっていう場合はまあ買い替えずにステイでもいいと思います。ただまあ音質に関してはねソニーの方が明らかに高解像度、いい音になってますので、ちょっとノイキャンと音質とかですね全体的なバランスを見てですね検討していきたいっていう場合はもちろんソニーをね選ぶっていうのもいいと思います。はい、ということで今日こんな感じで以上になります。まあ移動中をいかに快適にするかっていうことで、ノイズキャンセリングって非常に大事なポイントになると思いますが、ノイキャンだけを比較したねランキングということでまとめてみました。まあぜひねイヤホン選びの参考にしてみてください。ということで今日こんな感じで以上になります。この動画良かったら高評価、チャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。